新出県は、トルコ中南部、中央アナトリア地方の県。県域は小さく、田園が広がる。人口は33万人。このうち10万人が、新出市に住んでいる。人口は1990年代から2000年には、微増し、2007年までには、微減した。県域面積は7321、キロ平方メートル。北から時計回りに、シェヒル県。 カイセリ県、アダナ県、メルスイン県、コンヤ県、アクサライ県と接している。西部以外の三方向をトロス山脈に囲まれており、ハッサン山が有名。西部はエメン平原であり、林県の広いコンヤ平原につながっている。火山性土壌のおかげで、ニーデ県は農業が盛んである。主生産は、リンゴとジャガイモ。山に囲まれ高度も高く。 地域の多くは乾燥し冷たい気候である。冷たい北風によって、冬は雪にさらされる。平均降水量は0.9ミ、mm、リメートルであるが、そのうち78.5ミ、mm、リメートルは4月にまとまっており、7月8月には全く降らない。したがって山腹は剥き出しであり、いくつかの森は高度の高い位置にある。名前の由来は、古代にニキタ、ニヒタと呼ばれており、 これが二期だ、二期で、二位でと変わったと考えられる。この地域は新石器時代の紀元前8000年、紀元前5000年にかけて人が住み始めたと見られ、ボール地区での墓墳発掘が証明している。また、鈴の耕跡,跡がチャマルドゥに見つかっている。この地域は、その後ヒッタイトに植民され、それが、紀元前800年頃まで続いた。 ニーデの最初の文献に見られる証拠は、ヒッタイとの歴史家ゲルブが書き残したアンダバルのサルニアス王のルイゴヒブンナハイティアである。その後はシリア、フリギア、ギリシャ、ペルシャ、ローマに占領され、ローマ時代には、宮殿と水道の整ったティアナが、ローマの都市として栄えた。この領域が1166年にセルジューク朝、トルコに占領されるまで、 ビザンチンローマの東の首都として、ローマの風習が残った。13世紀の早期には、ニーデ中央は、アナトリア最大級の都市になり、多くの印象的なモスクと墓が作られた。その後オスマン帝国が1471年に、トルコ共和国が1920年にこの地を支配下に置いた。ニーデは、農業の豊かな今夜県と地中海に面する、アダナ県の間にある。 また、この県は、カイセリ空港、ネブシェヒル空港とも近くカッパドキアも近郊にあるため、観光が盛んである。ニーデは、豊かな農業の恩恵を受けている。リンゴは、特に有名であり、リンゴに同じく重要な作物は、ジャガイモ、キャベツ、穀物、砂糖大根である。ニーデ県は、トルコの最大のジャガイモ生産地であり、最も多くリンゴが植えられている。 落農と牧畜も重要な産業であり、その他用法、最近では、マスの養殖もある。ニ出デ県は、豊かな伝統文化も持っており、歌、踊りはもちろん有名なことわざもある。ボールの東の市場が終われば、ロバに乗って、ニ出デに行く。は、早起きは三分の徳に似た意味を持っている。その他の伝統文化にはプラムが誰かを意味しており、 人を招いて客が庭に座り、彼らがプラムを持ち上げれば彼らに夕食の用意をする必要がないというものである。トロス山脈のアラダー山やボルカル山はウィンタースポーツに人気であり、高地にあるマキチや山村の登山やトレッキングも有名。春の花が咲く頃の山は特に良い。アラダー山は特にトルコで最も有名な登山地であり、チャマルドゥの村から訪れる。 ボルカル山は 7km のスキーコースと火山湖があり、春の山荘で知られている。また、カッパドキアの一部であり、ネブシェヒル県の中心ほどではないものの、歴史的な場所にも観光客は多い。ミイデの歴史的な場所には、多くの教会、モスク、地下都市が挙げられる。南室の火山岩の中に作られた避難所なども見られる。その他、 ティアナの都市、ローマの水道館がボールに見られる。ニーデ県には温泉も多く、ホテルやインフラが整い始めれば観光客がより多く訪れるようになるかもしれない。ありがとうございます。